モード学園スパイラルタワーズは、名古屋市中村区名駅4丁目にある、学校法人日本教育財団の運営する、専門学校と三井不動産が運営している、商業施設の入居している、超高層ビル。名古屋駅前の名古屋三井ビルディング南館、東館後の再開発プロジェクトで、2008年3月25日に、竣工、翌3月26日に正式開業。 4月11日に商業施設が全面開業した。地上36階地下3階で1階から36階が名古屋モード学園、HAL 名古屋及び名古屋伊線の3つの専門学校となり、1階の一部及び地下1階2階が商業施設、スパイラルタワーズショップレストランズ、地下3階が立体駐車場となっている。 延べ床面積が5万平方メートルを下回っており、環境影響評価の対象とはならなかった。スパイラル状のデザインが評価され、2008年度、グッドデザイン賞を受賞した。このスパイラル状のデザインは、時代の最先端を行くエネルギーを持つ学生が、切磋琢磨し絡み合いながら上昇して、社会へ羽ばたいていく様を表しているという。建物を追っている。 外側の三角形のフレームガラスはすべてサイズが異なっている。2008年12月には第40回中部建築賞一般部門において入賞したほか、2009年1月には愛知町並み建築賞大賞を受賞。同年6月には日本建築構造技術者協会第20回ジェイスカ賞において作品賞に選ばれた。ビルの正面にはドイツ人彫刻家。 フロリアン・クラール作のモニュメント、ムーブメントナンバーなのみのトスが設置され、ネオン化による学校名サインが取り付けられている。このラッパのような形状のモニュメントは、旧気筒として使用されている。三井不動産が所有していたビルの跡地に建設されたが、現在は学校法人日本教育財団の単独所有で、三井不動産は仮想部の商業施設部分の管理。 運営を受託しているのみである。建築中の2007年6月6日に32階の高さから長さ約3.5メートル、重さ100キログラムの鉄骨が地上に落ちるという事故が発生したが、幸いにも被害はジビル、道路の損傷にとどまり、怪我人などはいなかった。スイーツパラダイス名古屋スパイラルタワーズ天然術の通り1階の一部地下2階までは、 商業施設になっており、書店舗が入る。施設全体は、三井不動産が運営する。店舗は開業当初から入れ替わりも多い。ありがとうございます。